はい、というわけでどうも皆さん、小井でございます。今日も二王の2ですね、やっていきたいと思います。で、秘書編、前回吉辰まで倒しまして終了しました。で、ミッションもね、サブミッションの方を全部私クリアしておきましたので、で、この次ですね、次編へ進むということで、今度は西らしいんで西の方に行ってみたいと思います。さあ、行きましょう。秀吉編より。前後の文脈がわからんから、どういう意味なんだろうね、さっきの文章。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。美濃の平定、大義である。今宵は宵へ。祝勝会やってたのか。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。それおおおお、はは。であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで打って。あー、かっちゃん、かっちゃん、ごめんな、ごめんな、シャシャリ出てごめんな。道吉郎の吉、秀千代の秀で、吉秀、二人で一つの名を。許すな。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに二王のようにな。秀吉爆誕というわけですね。で、何変だ、何からやっていくんだっけか。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙って、大阪方面ですな。しかしこれを阻む越前の朝倉を打たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に強報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が、ああ、浅井さんか。裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。はいはいはい。というわけで、浅井長政さんっていうところにお市様がいたと思うんですよ。信長の妹ですね。が、腰入れしております。結婚ってやつですね。はい。で、その浅井が裏切ったということで、まあ、どうなるんでしょうねっていうところから始まって感じですね。で、軒口に待つものということで、とりあえずまず逃げところかな、これは。浅井朝倉に、なおぼから挟まれちまう。なるほどね。しんがりの頃の許され人しに。明智っちか。よしよしよし。そういう感じね。オッケーオッケー。
確かこの人らが明智だよな。そうだな、光秀様。東吉郎は撃たれたと見るが妥当。いや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 。乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男。そう、嫌われてんだよな。手間が省けた。引くぞ、俊光。わあ、コロクさん、心強い助っ人ですね。いや、強えな。これやってるけどさ、主人公刀一回も振るったことないからな。よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちをついてきて。おお、あれ、なんだっけ。ついてきて、こっちをついてきて。なんだっけ？なんだっけ？とりあえず落ち着いて行こう。どうもどうもどうも。ああ、半兵衛殿。無名殿は先に様子見に行かれました。私はここで藤吉郎殿と小六殿の到着を待ちましょう。秀千代殿はどうぞ先へ。無名殿の後を追ってください。この先追ってもおりましょう。どうかお気をつけて。これをお持ちください。秀千代殿の役に立つでしょう。ほう。お、浜屋ありがたい。我々もすぐ。我々。よし。じゃあ行くか。となると多分これはあれだな。秀千代が言うにはこの先に行けば安全に敵から逃れられる装置や。無名にゆかりのある土地のようじゃが、森の中から嫌な気配を感じますの。あやかしも潜んでおるじゃろうや。くれぐれも気をつけてのよ。しよしよしよし。チェー。ああ。よいしょ。あぶねあぶね。これで、あの、今とりあえず向かう先が、そう、無名のゆかりの地になるんですね。よいしょ、よいしょ、危ない危ない。しんしんしん、なんだ、もう。半兵衛殿、すまんな。ふう、危ねえ。危ねえ、ごめんね。ごめんね、こんな直近で暴れちゃって、ごめんな。とりあえず体力回復しとこう。あ、あれ、一応、あれ初めて知った。体力あるんだ、一応。回復のエフェクトが出てる。へぇー。知らなんだ。多分、ここ、このボスがね、クソボスだったんだよな。私が、大嫌いなボスが確か出てくるはずだな、この雰囲気は。まあ、それはいいとして、とりあえず道中をうまいことやっていかんといかんですね。木からめちゃくちゃキノコ生えてるわ。あ？あめ、上にいんのかよ。あれ？いけない？はしごもねえよ。おー、じゃあすぐにはまっすぐ、とりあえず行くしかないって感じだね。で、よし、あいつをやっとくか。で、なんかいた気がすんな。よいしょ。でも1対1でそんな振りが遅い武器で勝てると思うんじゃねえぞ。よいしょ。はい。ああ強いね。ああ強い強い強い。そりゃ強いわ。よしよし、オッケー。でこっちや。よし。
よし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 、よく来たね。帰ろうか帰ろうか、うち帰ろうか。気持ち悪いな気持ち悪いな自分。何を言ってるんだ急に。で、あいつのドタマは、あー弓の方がいいな。ちょっとこすってやろう頭。よし、よいしょ、よし。まあ、いきなり目の前で人が一人死んだらビューンってなるよね。なんかあったっけ。何もないね。よしよし、ショトカとかはあった気がしたけどなかったか。で、登りたもう。よしよし、これで最初のところはとりあえず全部制覇かな。で、これは一応取っておきましょう。よし、やだな。矢はいっぱい欲しいよね、やっぱりね。遠距離攻撃の手段は必要だよ。こっから先がね、またきついだろうからよ。よいしょ、ゲット。もうこれ以上は走れる。疲れてるね。あれ、何にも生きてるやつがいねえ。これは犬じゃないか。走れぬって追いかけられてたのかな、何かに。いや全然記憶んねえな。いや、いっぱいやられてんぞこれ。いっぱいやられてんな。あん、あー、あった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 。とりあえず鬼ババア呼んで。ヤマンバか。鬼ババじゃない。いつもお前のこと鬼ババだと思っちゃう。ごめんな。いつも間違えちゃう。落ち着け落ち着け。はい。あ、そんな来ねえのか。よいしょ。よいしょい。よいしょ。オッケーオッケー。ふぅ。で、なんだっけかな。ここの先にさ、いるのよ。見えるかな？あれ、あそこにいるんだよね。よいしょ。で、ほら、見つかると、こうなっちゃうのよね。でも、ぶち殺しときてえな。どこだ？あ？あれ？どこ行った？あ？ん？どこ行った？あれ？あれ？フクロウさん？フクロウさん？あ、フクロウなんですよ。あそこにいるやつ。何も見えない。何も見えない。おお、ええ。あ、もう見つかってんのかこれ。まあ、いや、とりあえずぶち壊そう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ああ、どうなってんだっけこれ。どうなってんの、どうなってんの、どうなってる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 。あ、誰もいない。よしよし。ふう。あぶねあぶねあぶね。よし、回復した。とりあえずあそこでゆっくり包丁解いてるやつの頭をぶち抜く。よし、ぶち抜いてもこの程度か。うわ、よいしょ。追加おめでとうございます。はい、いやいや、間の取り方うめえな。
体力ない。やべやべ。危ねえな。そこで寝てる君はいつまで寝てるつもりだ。よしよしよし。ここから狙えるかな。うっ、何何。やめてくれよ。ちょっと距離がありすぎんな。あそこにほらいるんだよね。ダメだ、届かないな。クソ汚い影響、遠くから投げかけられてる。え、とりあえず見つかってるな、見つかってるな。プレゼントあげたか。ほらほらほら、なんなんだよ。なんなんだよ、もう。数減らせるだけ減らしとくか。あそこにあんだな。あれちょっといけなくない？ああ、いけねえいけねえ。そしたらこいつも消しとこう。よいしょ。OK。で、さらに、ちょっと弓矢で、無事にとく。OK。どっから行くんだっけなぁ。とりあえずこっちか。まずは後回しか。めんどくさいな。とりあえずこっち側で道をなんかつなげとくか。ほらほらほら、ショートカット、よいしょと。はい。よしよしよし。あ、下落ちた。あいつやっておきます。で、こっち来るか。お前か、どっから出てきた。はい、よいしょよいしょよいしょ、おしまいでーす。鎧が真っ赤だぞ、大丈夫か。体には気をつけろよ。さて、こちらに来るわけね。はいはいはい。この裏にいたのかな、さっきの槍のやつは。こっちの方にいたんだろうな、きっと。あそこの闇のやつをどうにかしないとな、まずはな。よいしょ。はいはいはい。何を見てるのかな、晩飯か。よいしょ。一人ずつだよ、一人ずつ。二人で来ちゃダメ、二人だ。二人はダメでしょう。よいしょ。はい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 。よいしょ。ふう。あ？もう味方いねえぞお前。何やってんだ。もう味方いないぞ。すまんが、みんなやっちったよ。よし、刀鍛冶の土。さて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 、特にアイテムしかなさそうかな。こだまちゃんもいねえしな。助太刀横グレンの孫次郎、強そうだな。名前はすげえ強そう。とりあえずでここ来たけど特にすることねえな。あ、オリアン。帰り道教える。気ぃつけてな。よしよしよし。これだけでもここに来た甲斐あったわ。よし。
しよしよし。となるとだ、またあの常闇に入っていくしかないか。すっと降りて。はい、帰ってきました。とりあえず光を見てうまい声にやんねえとな。すぐ撃ってくるからよ。ちょっと待って、木を貫通するな、木を。ダメでしょそんなことしちゃ。これで鬼が来るけど、よいしょ。うわ、ババ。やべえ。しょうもない死に方した。しかもここまで戻るんだよね。そうだよね。そうですよね。よし、じゃあ行くぞ。また見つかってる。また見つかってる。また見つかってる。ちょっと待って、マジ待ってくれ。回復。いや。ちょっときついな。ちょっときついな。よし。3度目？何度目の将棋だよ。何度目これ？何度目？これ何度目？何度目か分からんけど、行くよ。ああ、速攻見つかってるし。音の反応が遅い。音。どこだ？あった。やっと来た。はい。これどう？よし、なんとかだ。ゲット。で、あそこにいる大物を倒すか。お前だよ。よいしょ。硬いんじゃお前。ほい。よし。ふう。やっとこれで安心できるぜ。あーん、ここにいたのね。気ぃつけて帰り。よし。ふう。やっと安心して探索できる。あ、ちょっと待って。あそこの赤いやつに。プレゼントあげないと。さっき落ち着いてお土産あげられなかったからな。ごめんな、ちょっと。お土産あげるわ。武器で。うん、これにしよう。どう？嬉しかろう。国崩し王術。ほう。これはありがたいですね。王術系はありがたい。とりあえず、これで探索が可能になったはず。袋を消えたんだよな。オッケー。いない。で？ん？ぐるっと一周してきただけですね。どこ行くんだっけ？ここじゃないのか？ん？道が、おや？道がよくわからないぞ。おお、すねこすりいたんか。とりあえず慣れとこう。よいしょ、とりあえず行こう、一緒に。あれ、マジでどこ行くんだこれ。これはこっちではない。あれ？
ちがわからんとよ。あそこのやつ無理にやる必要なかった、もしかして。とりあえずやるでしょ。もしかしてこっちでは正解だったんか。こっちの奥が、ああ、こっちが正解だ。なんだ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 。やっちまったな。無駄なうろうろした。あ、待て待て待て、ここなんか見たことあるぞ。なんかでかいの出てこなかったっけ。ほらほらほら、出てきた出てきた。ようこそ。お前なんつったっけ。ここ、あーん、よいしょ、ここ、ババ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 。なかなかいいやつだな。敵方の立派な進化が、よいしょ、よしよし、倒したっぽい。オッケーオッケーオッケー、ふう。嘘だ、あの顔、まるで死んだ夫に。嘘だ、これ嘘だ嘘だ言ってるの、あのさっきのなんだっけ、三面六臂じゃなくてなんかいたじゃないですか。あいつについてる顔が夫だって言ってるんですよね、多分。なんかそんな逸話がどこかに書いてあった気がする。よしよしよし、だいぶいい感じじゃないこれ。あ、戦力ありがたい。オッケーオッケー。あーで能力開花か。オッケーオッケー。三目八面。能力開花でちょっと5を上げていこうかな。ちょっとでかい鎧つけたいんだよな。本当はこれだと武器斧とかにした方がいいんだろうけどね。まあそこはまたおいおいな。よし、じゃあ先進めるね。はしごがあればとりあえず登らなくちゃいけないっていう使命があるから。おお、何やってんじゃん。狙いすぎ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 、君は何やってるのもう完全に上から食いかかる気だったじゃん。でもいそうじゃない、なんか上から狙っ、ほらこいつ多分上から狙ってくんだろどうせ。ふう、まったくこんなやつらばっかりだよ本当に。よいしょ、でなんだっけこれ、体力回復させるツボだな多分。で、あそこで、この笑い声は、坊やなのかい。あ、そうかそうか、一つ目こそ出てくるのかここで。こいつね結構厄介なんですよ。爪小僧ね、ちょっと放置しておくとね、厄介な時代になるんで、サクッとね、倒しておきたいなっていうのはやっぱり、あるんですよね。はい。お、引っかかっとるんじゃない。引っかかっとるんじゃない。多分そこ、ダメージ与えられないじゃんか。ほら、ダメージ与えられねえじゃねえか、その場所。ずるいぞ。自分に有利なところに陣取りやがって、ずるいぞそれは。
体力回復じゃないかな。そうだよね。あ、違うな。上属性か。はあ、はあははあ、は。ちょ待て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 。おい。はい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 。やべやべ。はい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 。よしよし倒した。ふう、危ねえ危ねえ危ねえ。あのね、あそこの上にいるね、なんつったかな、今倒した、一応倒したんだけど間に合わなかったな。近くに赤い首塚みたいのがあると、あれをね強制的に復活させてくんのよ。すげえ厄介なんだよね。あぶねあぶね、死ぬとこだ。はいはいと。まあこいつはいいや。とりあえずここのやつを回収。よいしょ、 OK。 よいしょよいしょ。うわわわわわ、ちょっと待って、なんでジャンプしてないの。というわけで、戻ってまいりました。で、パパーンと落としてやったんで、この先っすよね。ちょっと体力回復するわ。またいるんでね、あいつが。またいるんだよ、フクロウさんが。で、ここの方が確かきつかったんだよな。いろいろときつかったんで、見えるやつは、とりあえず呼び寄せてぶちかます。よし、OK。よいしょ。よいしょ。危ね危ね。ここ。よいしょ。よいしょ。ふう。よしよし。オッケーオッケーオッケー。うんうん、悪くない悪くない。あのでかいの片付けられるとでかいな。で、あそこにいるガキを。ガキをやる。ああ、まあやれなくてもいいや。とりあえずこっちに来てくれんなら OK。よいしょ。はい。はい。よいしょ。OK。とりあえず見える範囲の、いやあ、あそこにヤマンバがいんのか。ヤマンバも呼び寄せてやりたいな。遠いか？あ、遠いな。いや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 、きつい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 。おいおいおい、よし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 、来てる来てる来てるよ。よし、上行ける上行ける。よし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 、よし抜けた、よし抜けた。ふぅ。で、ヤマンバをやっとく。いい、やっとく。ついとく。ついとく。よし。ふぅ。ここに枯れるやつが。ああ。見つかっちゃった。くそ。ここで初等化が開通ですね。オッケーオッケー。うっ、これよ。これがあるから嫌なんだよな。はい、はい。よいしょ。はい。ここなんだっけ？よいしょっと。よいしょっと。オッケーオッケー。なんだっけここ。
あ、壺あんな。よいしょ。うん。よいしょ。OK。よいしょ。身内名人。さすがだな。こう。おい。おい。おい。はい。いやー、余裕だぜ。よいしょ。いて、あー、やばい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 、これこれ、あぶや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 ぶ、空気機関に壊れちゃまずいんだって。ちょっとめんどくさいから、壊れるのめんどくさいから、めんどくさいからさ。ああ、ソハヤの里に着いちゃう。となると、この先がボス方面だから、この辺ちょっとクリアにしていきたいね。で、鬼ババがどうせいるんだろう、そこに。はいはいはい、いるいる。しっかりいますね。よし。よいしょ、こっちこっち。はいはい。はーい。よいしょ。オッケー。ふう。鬼ババ狩り完了。あ、あるある。いただきまーす。よしよしよし。こんなもんだっけか？なんかまだあった気がするけど。あー。よろしくお願いします。ふう、一方的にやってしまった。うわ、カラステングさんがいるわ。とりあえずあいつはやっとくか。目玉をぶち抜く。よいしょ。ほい。さあ来い。さあどうするんだ、どうするんだ、どうせ殴ってくるんだろ。よいしょ、よいしょっと。はい、気持ちよくできたな。よかったよかった。この辺温泉かなんかあったよな。まあいい、とりあえずアイテムよこしな。しばらく無事な見てねえな。どっかいんのかな。温泉はまだいいな。ちょっと入るの後回しにしよう。で、この先を、あー、いるね、いるね、フクロウ先生が。ここにあるな。外しに行くか。よし、じゃああれを回避2発して、よし行こう。ほい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 、よいしょ、オッケー。あ、あれ1個じゃないか。もう一個あんのか。あーと、あ、違うな。オッケーオッケー。よいしょ。ほいほいほい。気持ちいいな、君もな。よし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 。よいしょっと。よいしょー、お掃除完了って。おっと、まだいんのか。まったく
背後から襲いやがって、卑怯なやつだ。はいはい、よいしょ、オッケー。まだいんのか。いや、よしよし、終わり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 じゃないんだよな、確か。でこれ確かさ、あのね、あのね、帰りなさい、お家に帰りなさい。確かに木の上に猿がいた気がするんだよな。落下攻撃してくる猿がさ、気のせいかな。あ、いねえな、いないっすね。まあいいや、いないならいい。こっちが確かカラス天狗がいた方を正面から行った感じだったんだよな。ん？待って待って待って。俺長政めが、信長様は裏切り者を許しません。そういうのか。はい。うん、カラス天狗いるな。あいつは上から攻撃しよう。ここに来ると確か犬が、そうそう犬いるんだな。よいしょ。はい。そんな。よいしょ。あれ、おっと。ちょっと待ってー。これよ、これやっちゃうんだよな。お、入ってきてくれて、でショートカットを開通してるんですよ。これ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 ですね。これがあるから登れん。これがあるからとりあえずはある程度いける。ダメか、銀河か。やられたからな、こいつらに。はいはいはい。まさかりのお侍さん。よいしょ。でい。でい。ふう。よしよし。よしよしよし。この辺り何もいないな。でそこにいる火縄銃狙ってんな、お前。こうやるんだよ。いただきますと、よし、ゲットゲット。これ壺って、あれ、これしかないんだっけか。どっかに何かあった気がする。ああ、いた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 、君か。よしよし、中入れなかったっけ。あれ、なんかここら辺何かあった気がするけど、気のせいでしたね。よし、じゃあだいぶこれで、だいぶというかマップを大体埋めたんじゃねえかな。多分大丈夫だと思う。大丈夫だよな。うん、何回も死んでるし何回も死んでるのは関係ないけど、何回も死んでるし大丈夫だろう。この先からこれ来たから、こっちのマップも埋めたしな。埋めたというか、ここのマップも素通りしてきたから、多分何もないはず。よしよしよし。完璧や。んー、じゃあこの先行こう。さっきというか、あの、死ぬ何回か前に無名がちらっといたと思うんですけど、あそこ行きたいと思います。え、うん？うん？ああ、一周してきちゃった。ここだね。よしよし。で、このガキどもを潰す！潰す！許せん！うわー、これは許されん！これは許されん！これは許されんぞ！危ない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 。油断すると本当に
ガキにもやられるからな。よいしょ、オッケー。ふう、ちょっと回復しよう。やばい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 。よしよし、新薬はなるべく使わないでね。どうも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 。ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと。まさか。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。優しいんだよな。ありがとう。招きのドリン。この辺りの光る壺、うまく使って。もう誰も使わないだろうから。さあ、そろそろ行って。藤吉郎たちの無事を確認したら、私も後を追うから。何？それともまだ何か欲しいの？拝んだって何にも出さないわよ。マジか。なんか拝むのあったよな。拝むってなかったっけ。拝むあった。うっす。そんなことされてもね。ほら、大したもんないけど。優しい優しい。もう何もあげない。早く行って。うん、いいよ。ありがとな。ありがとな。よいしょっと。で、早かしを誇りてしすは本物。これが我らの誇りよ。うん、で、ここがソハヤの里になってますね。あそこに見るでっけえ鬼のやつはすごいよね、あれね。ソハヤの人が買ったんだと思うんですけど。まあ、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はこのソハヤの里をですね、やって、赤目って言ってた鳥ですね。あいつを倒す感じになります。はい。もう完全ネタバレなんですけど、あの鳥がボスです。はい。で、超嫌いなボスです。まあ、やっていきたいと思いますんで、次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。